演技強いな。やっぱ演技アタッカーだわ。これにベネットとか乗っけてね、いろいろやってあげれば。誓いの冥土やっぱ私すごい気に入ってるわ。この砲器星4の配布武器だけどさ、元素チャージ効率 48% 上がるのもちょうどいいし、基礎攻撃力562までサブ攻撃がめっちゃ噛み合ってる。すごい爆発回しやすいわ。演技って爆発80族でゲロ重いんだけど、誓いの冥土バージョン 2.4 かな、配布武器なんですけど、やっぱこの武器強いなとは思ってさ、この武器レベル90に上げて初めて配信で使ってるけど、結構やっぱ、あ、わかるわ。使いやすいね、この武器。冥道はいいわ。めちゃくちゃ使いやすい。誓いの冥道でそんなに火力出るんですか？弱いところがないよねって話だね。めちゃくちゃ強いかって言われたら、まあ、めっちゃ強くはないけど、弱いところないから、誓いの冥道は普通に当たり武器かな。まあ、ルロー学章に比べたらさすがにあれだけどさ、ルロー学章使ってたら使ってたでさ、結構攻撃力低くなっちゃうから、これが配布武器なのは結構偉いなーって感じの性能はしてるね。中ぐらいじゃね？まあ、中の上とか上の下かな。配布武器だからありがてって感じ。イベントン武器の中ではめっちゃ上の方かな。演技に合う武器正直何でも合うよ。星5だったら基本的に何でもありだな。地風原点。アグラのシーンもまあ、アタッカー向けのステータスしてるし、天空の巻もあり。星4だったら1番ルローで、どどこ行ける。誓いの冥道行ける。サイレン断片ダメだな。金箔施策もダメ。西風もあんまおすすめしない。ダメ。甲虫日月。この武器は交換する必要はないな。まあ、合うけど。万国初回はおすすめっすね。はい、こんな感じ。